戦国の世にその名を轟かせた武田家。しかし武田信玄の死からわずか9年後、この名門はあっけなく滅亡してしまいました。どうしてそんなに短期間で滅んでしまったの？滅亡したのは無能な勝頼が後を継いだから？こんな疑問をお持ちの方も多いことでしょう。そこで今回は武田勝頼の数奇な生涯をたどりながら、武田家滅亡の真相に迫ってみたいと思います。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。第一幕、武田家とは。そもそも武田家とはどんなルーツを持った一族なのでしょうか。武田というと戦国大名のイメージが強いですが、実は以前から有力な家系として知られていました。しかも武田家はなんとあの清和源氏の血を引いています。そんな名門中の名門である武田家の祖とされるのが、平安時代後期に活躍した名将源義満。御3年の役で兄の義家を支援するため朝廷での地位を捨てて地方に向かった話は有名です。後に義満は常陸の国、つまり今の茨城県あたりに領地を手に入れます。その土地の名前がまさかの武田でした。その後義満の子義清が武田の地を引き継ぐことになります。ところが義清とその子である清満は常陸の国で他の名門と勢力争いを繰り返しました。朝廷はこの混乱に終止符を打つべく、義清親子に甲斐の国へ移住するよう命じます。甲斐の国とは現在の山梨県にほぼ重なり、武田家が戦国時代まで一貫して本拠地とした地域。そうして移り住むことになった村の名前がこれまた武田だったのです。一族が本格的に武田の姓を名乗り始めたのはだいたいこの頃からだと言われています。また清満の息子らの代から多くの分家が出始め、武田家の勢力は瞬く間に甲斐の国一帯に広がりました。守護や地頭といった要職を代々受け継ぎ、各地で安定した権力を振るうようになります。源平合戦には源氏側の武士団として参加し、優れた弓矢の技によって戦の主導権を握りました。その後も一族を挙げて鎌倉室町将軍家を支え、後に戦国大名となるための基礎を固めます。他方このように順調な発展を見せながらも、武田家は何度か断絶の危機に直面していました。鎌倉時代には武田の勢力を警戒した源頼朝の命で本家の跡継ぎなど数名が殺されてしまいます。室町時代に起きた上杉禅宗の乱では、当主信光が反乱に加わった末に敗れて自害。とはいえ武田家はその時々の情勢を見極めつつ、これらの困難にうまく対処していました。周辺勢力との争いやお家騒動も巧みに乗り越え、戦国時代まで見事に勢いを保ったのです。16世紀前半には信玄の父信虎が悲願であった甲斐の国の統一に成功します。一方で詳しい理由は不明なものの、信虎と信玄の関係は悪化の一途をたどりました。度重なる戦や家臣の粛清などを行っていた信虎は家臣の反感を買っていました。信玄はそこに目をつけ、彼らをうまく味方につけます。そして1541年、信虎を甲斐の国から追放したのです。晴れて当主となった信玄は経済、軍事にまたがる改革に取り掛かります。甲斐の金山から産出された甲州金による貨幣整備、また戦時に備え戦国最強と名高い武田騎馬軍団の整備など。そんな武田家ですが、実は後継者選びをめぐり深刻な問題を抱えていました。一体どんな問題だったのか、この後じっくり確認していきましょう。第2幕、
武田勝頼の生い立ち。武田家最後の当主となった武田勝頼、家督9年目で武田家の滅亡を招いたことから、これまで総じて低い評価を受けてきました。偉大な父信玄と比べられると、その陰に隠れてしまいがちでもあります。しかし、こうしたネガティブな勝頼像は、そろそろ見直す時が来ているかもしれません。生まれながらに不利な条件を背負いつつも、武田家の立て直しに全力を尽くしていた。勝頼の波乱に満ちた生涯を紐解いていくと、そんな一面が見えてくるのです。1546年、勝頼は信玄の四男として誕生しました。母は正室三条夫人ではなく、側室の諏訪御良人。ドラマや小説では主に雄姫の名で登場し、容姿端麗な娘として描かれることが多い人物ですね。実は彼女の出自こそが、武田家での勝頼の立場に暗い影を落とすことになります。というのも、諏訪御良人の父諏訪頼重は信玄によって自害に追い込まれています。武田と諏訪で同盟を結んでいたにもかかわらず、頼重が独断で敵と和議を進めたからでした。そして頼重を裏切り者だとみなした信玄は、仕返しとして諏訪領に攻め込んだのです。信玄がここまで厳しい対応に出るとは、誰一人として予想していませんでした。なぜなら、信玄の妹ねねが頼重に嫁いでいたからです。義弟の過ちならば信玄も多めに見るはずと、皆が期待したとしても無理はありませんでした。頼重の死後、ねねは幼い子供たちと共に実家の甲斐へ戻ることになります。とはいえ、実の兄に夫を殺された衝撃は計り知れず、心身を病んだ末に16歳でこの世を去ります。一方で信玄は諏訪家に対する支配を強めるため、諏訪御良人を側室として迎えました。敵の娘をめとることについては、当然多くの家臣から激しい抗議の声が出ました。ですが、信玄は彼らの反対を押し切る形で諏訪御良人を側室にしました。こうした経緯で武田家に入った娘の血を引く勝頼は、信玄の実の子であっても弱い立場にありました。裏切り者の家の子供というイメージが生まれた時からついて回ったのです。勝頼の不運な立ち位置はその名前にも現れています。武田家の男子に代々使われる信の字はなく、頼重の頼を受け継いでいますよね。武田家の正式な一員としては認められず、あくまで諏訪家の子供という扱いだったのです。勝頼も肩身の狭い思いをしていたに違いありません。第3幕、勝頼は正式な跡取りではなかった。ここまでの話でなんとなく想像がつくように、本来勝頼は武田家の跡取りではありませんでした。ですが、想定外の事態が次々に起きた結果、勝頼のもとに後継者の役割が回ってくることになります。なんと3人もいた兄たちが全員跡継ぎ候補から外れてしまいます。信玄の嫡男義信は今川家との内通を疑われ、跡継ぎの地位を追われた後に自害。次男の劉邦は生まれつき目が見えなかったため、若くして寺に入っていました。三男信行は10歳頃に病死。ここですぐに勝頼が正式な後継者に決まったわけではありません。信玄は当初、勝頼の嫡男信勝を跡継ぎとして指名し、勝頼には後見人の役割を与えました。言ってしまえば、勝頼は信勝が成人するまでの代理というわけです。勝頼がどれほど低い扱いを受けていたかは、このような信玄の対応からもよくわかりますね。勝頼の心にも大きな傷が残ったことでしょう。そしてついに1573年、
武田信玄が病によってこの世を去ります。自らの命が長くないと悟っていた信玄は、3年間は自分の死を隠せと言い残していました。どうしてそのようなことを命じたのか。当時の武田家は織田や上杉といった有力大名と熾烈な勢力争いを繰り広げていました。もし彼らが信玄の死を知ってしまうと、混乱に乗じて攻勢を強めてくる恐れがあったからです。また信玄が後継者に指名していた信雄はこの時わずか7歳でした。そのためこの時点では勝頼が家を継ぐ以外の選択肢はありませんでした。とはいえ、先ほどお伝えしたように勝頼の母は武田家と対立した諏訪家の出身、勝頼の家督継承を快く思わない家臣も大勢いました。不利な条件のもと、勝頼は自らを当主として認めさせ、武田家をまとめ上げなければならなかったのです。もちろん政治、経済、外交と大名として対応すべき問題は山ほどありました。では想定外の後継ぎとなった勝頼はこの困難にどう立ち向かっていったのでしょうか。第4幕、武田家の転落と衰退。武田家を継ぐことになった勝頼は、まずは信玄の遺言を忠実に守りました。ところがそうした努力も虚しく、信玄の死は間もなく皆の知るところとなります。しかも信玄の不安は的中し、織田徳川が早速猛烈な攻勢をかけてきました。窮地に陥った勝頼ですが、北条家の援軍に助けられ、なんとかこれに対抗することができました。1574年にはあの信玄でも落とせなかった遠江高天神城の攻略を見事に成し遂げます。ですがそんな喜びもつかの間、翌1575年の長篠の戦いで織田徳川連合軍に大敗を喫したのです。この戦いによって武田家は有力武将を一気に失ってしまいます。その結果、戦国最強と言われた軍隊も回復が危ぶまれるほどの打撃を受けました。敗戦からの立て直しを図る勝頼にさらに追い打ちをかけるような事態が起こります。美濃の岩村城が織田信長の手に落ち、女城主お通夜の方が貼り付けにされてしまったのです。お通夜の方はなんと信長の叔母にあたる人物。勝頼が送った援軍は長篠での被害を引きずっており、ほとんど助けになりませんでした。老いを裏切ってまで武田側についてくれた彼女を結果として見殺しにしてしまったのです。仲間を守ることすらできない情けない男。この一件を機に勝頼に対してそんな印象を持つ者が徐々に増えていきました。さて1577年になると、勝頼は北条夫人を正室として迎え入れます。北条家との同盟を強化することで長篠以来の苦境から抜け出すためでした。しかし武田と北条はある事件をきっかけに1年足らずのうちに敵同士となってしまいます。その事件とは、上杉家で起きた後継者争い、いわゆるお盾の乱です。きっかけは1578年に上杉謙信が急死したこと。生涯を通して独身であった謙信は、甥の景勝を後継者として指名していました。しかし北条家から養子に入っていた景虎が跡取りとしての権利を主張したのです。景勝と景虎の対立はついに身内同士の殺し合いに発展してしまいます。最初は北条家出身の景虎を支持していた勝頼も、自分の行動が正しいのか不安に思い始めます。織田徳川との戦いを有利に進めるには何としてでも北条家との同盟を維持したい。でも北条家の力が強まりすぎると、今度は武田家が危うい立場に置かれるかもしれない。
初頼は悩みに悩んだ末、最終的には中立の立場を取ることに決めました。影虎のもとに援軍を送りつつ、影勝とも友好の道を探ろうとしたのです。勝頼が慎重に仲介を進めた甲斐もあってか、和平の成立まであと一歩というところに迫ります。そんな矢先、勝頼にとって頭を抱えたくなるような事態が生じました。なんと徳川家康が武田領に向けて軍を進めてきたのです。勝頼は徳川軍への対応に追われ、影虎影勝の仲介にあたる余裕を失いました。結局上杉家のお家騒動は敗れた影虎が自害するという結末を迎えます。またしても勝頼は仲間を見殺しにする男になってしまったのです。身内を死に追いやられた北条家は当然ながら勝頼をひどく恨むようになります。その結果、武田家の強力な後ろ盾であった同盟は完全に崩壊してしまいました。武田家家臣の間でも勝頼に対する不信感が高まっていきます。そしてお盾の乱が収束してからわずか2年後、武田家の運命を決定づける出来事が起きました。防備の強さで知られる高天神城が徳川軍によって落とされてしまったのです。徳川軍が城を攻めている間、織田信長は勝頼に和平交渉を持ちかけていました。勝頼としてももし織田との同盟が実現すれば周辺の脅威が一気に弱まると期待します。ですが織田の同盟相手である徳川を攻撃すれば信長の機嫌を損ねてしまうに違いありません。そう考えた勝頼は城を助けたいと思いながらも徳川軍への反撃に踏み切ることができませんでした。こうして信長との交渉は一向に進まないまま、時間だけがどんどん過ぎていきます。どうして信長との交渉が一向に進まなかったのか。それは勝頼が信長の仕組んだ罠にはまっていたからです。信長には最初から勝頼と和睦を結ぶ気などこれっぽっちもありませんでした。見せかけの交渉によって勝頼の決断を鈍らせ、落城までの時間を稼いでいただけだったのです。信長の計略はこれにとどまりませんでした。恐ろしいことに徳川軍に対し、決して降伏を受け入れるなと命じていたのです。戦いが長引けばより多くの者がより悲惨な死に方をすることになります。そうすれば援軍を出さなかった勝頼の名声はきっと地に落ちるだろうと狙ったのでした。長きにわたる攻撃に耐え続けた城も1581年にはとうとう力尽きます。城にいた武田勢のほとんどが飢え死にし、数多くの有力武将が無残に討ち取られました。その中には武田家に長年尽くしてきた者も多く、勝頼は彼らに顔向けできませんでした。すべて信長の狙い通りに進んだのです。最大の危機に陥った勝頼ですが、それでも武田家の立て直しを諦めませんでした。織田、徳川、北条の脅威にさらされながら同盟相手となってくれる大名を必死に探しました。武田家の新たな拠点として新府城の建設も進め、1581年末には移り住んでいたようです。ですが残念ながら勝頼の努力が実を結ぶことはありませんでした。その上家臣たちの心は勝頼から離れきっており、ついに重臣の穴山信忠や木曽義政も武田家を去ります。こうした状況を好機と捉えた織田軍は甲斐の国へと一気に攻め込んできました。ここで家臣の小山田信繁が勝頼のために逃げ場所を用意すると申し出てきました。命さえあればいつか挽回のチャンスが訪れるかもしれない。そう考えた勝頼は
1582年3月、完成間もない新婦城に泣く泣く火を放ちます。そしてわずかな仲間と共に落ち延び、信繁との待ち合わせの場所に向かったのです。ところが、待てど暮らせど信繁が迎えに来る様子は一向にありません。一週間も経った後、勝頼らはようやく気づきました。信繁も自分たちを裏切ったのだと。帰る場所も行く場所も失った勝頼に、もはや状況を打開する術は残されていませんでした。勝頼は天目山を自らの死に場所と定め、最後の戦いに向けて準備を始めたのです。第5幕、勝頼の死と武田家のその後。天目山を目指す勝頼に最後まで付き従ったのはわずか50名ほどだったと伝えられています。最後まで武田家に忠義を尽くした者にはどんな人物がいたのでしょうか。信虎の代から仕えていた忠臣小宮山知春は訳あって外出禁止の罰を受けていました。にもかかわらず武田家と最後を共にするため勝頼の前に姿を現したのです。土屋正恒は片手で千人もの敵を討ち取り、勝頼が自害するための時間を稼ぎました。その猛将ぶりと揺るぎない忠誠心はこの先も脈々と語り継がれていくでしょう。16歳の嫡男信雄は初陣とは思えない活躍を見せ、家臣たちを大いに感動させたといいます。ですが運命とは残酷なもので、これが最初で最後の戦となってしまいました。北条夫人は勝頼たちの逃げろという説得を拒み、19歳という若さで切腹を遂げました。何があっても最後まで夫に付き従うことが武家の妻としての務めだと考えたのでしょう。勝頼は夫人の亡骸を抱いて泣き崩れたといいます。そして夫人の後を追うようにして自らも腹に刀を突き立てたのです。1582年3月11日、武田勝頼は37年の短い生涯を終えました。ここに戦国大名としての武田家はその激動の歴史に幕を下ろしたのでした。とはいえ勝頼の死によって武田家が完全に滅んでしまったわけではありません。信玄の次男劉邦の子孫にあたる方々が現在でも武田本家を代々受け継いでいます。勝頼亡き後、劉邦の嫡男信通とその子孫たちは徳川家に仕えることになりました。そして五代将軍綱吉の時代に入ると武田家に大きな転機が訪れます。信玄を尊敬する徳川家臣柳沢義康の計らいで綱吉から直々に領地が与えられたのです。これによって武田家は正式に復活を果たしました。その他信玄の弟五男や六男に連なる分家が名門武田家の豊かな伝統を各地に伝えました。偉大な武田家を滅ぼした人物として何かと否定的な評価を受けがちだった武田勝頼、実は複雑な出自と数々の困難に苦しみながらも父信玄の遺産を必死に守ろうとしていたのでした。戦国の世をひたむきに生き抜いた勝頼の人生にぜひ皆さんも思いを馳せてみませんか。最後までご覧いただきありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。